プロ野球阪神5、4ヤクルト、27日甲子園。阪神がヤクルトに逆転勝ち、13勝9敗3分けの今季最多対貯金4に戻し首位をキープ。2位、巨人とは1ゲーム差。1点を追う5回に近本が3号ツーランを放ち逆転。大山がタイムリーを飛ばし3点を奪う。 1>, 1点差に迫られた7回には1死から中野のギ打で走者を進め森下のタイムリーで貴重な追加点を挙げた。先発、大竹は塩見に先頭打者弾を浴びるも7回途中3失点で3勝目、最後はゲラが1失点も締めて5セーブ目。先発、大竹は今季5度目の登板、試合前まで2勝2敗、防御率4.30。今季のヤクルト戦は6日、神宮。 で、6回を5安打2失点で今季初勝利を挙げていた。大竹は1回、1番、塩見に初球のストレートを捉えられレフトスタンドへ先頭打者団の2号ソロを放り込まれ1点を先制される。スタメンは前日に3失策の木並みに代わり大畑が今季2度目のスタメン8番ショートに入り、ノイジーが5番レフト、佐藤輝が6番、星は坂本が入った。ヤクルトの先発サイスニードに1回、 近本は中飛、中野は二ゴロ、森下は一とに終わった。大竹は二回、先頭サンタナにツーベース、三投を決められ山田にセンターへ儀飛を打たれゼロの二となる。直後の二回の攻撃でノイジーと坂本のヒットで西一二塁とすると小畑がセンター前にタイムリーを運び、一二とする。四回の攻撃で先頭近本が死球、中野が死球で無視一二塁も森下は夕ごろ併殺だ。 大山も夕頃に倒れた。だが5回に先頭小畑が中安打、大竹がギダを決め1死二塁から近本がライトスタンドへ3号ツーランをはたき込み、3対2と逆転する。さらに西から森下が至球、バッテリーミスで二塁に進むと大山がレフト前にタイムリーを運び、4対2とする。大竹は3回からは立ち直り6回まで4イニング連続で1人の走者も出さない。 大竹は7回1死からサンタナ、山田、長岡に3連打され1死満塁となり、霧式にスイッチ。霧式は中村を空振り三振、代打、青木に押し出し四球で4、3となるが、赤羽を空振り三振に取った。大竹は6回3分の1を投げ88球、6アンダム四死6奪三振の3失点、自責3、で2連勝の3勝目、2敗。 7回の攻撃で一市,市から近本が中安打、中野のギ打で二市二塁から森下がレフト前にタイムリーを飛ばし、五三とした。8回は3番手、岩崎がオスナにヒットを打たれるが村上、サンタナを抑えた。9回は4番手、ゲラが竹岡に来日初被弾のライトポール際に1号ソロを浴び、5対4となる。続く長岡にヒット、中村にギ打を決められ一市二塁。 青木の左安打で1・1、3塁2、代打、川端を二十香と丸山はを空振り三振に抑え、5セーブ目を挙げた。